シー。はいさーい、ワクシです。今日もね、フォークライやっていこうと思うんですけど、前回ね、撮ったんですよ。前の続きで撮ったんですけど、録画し忘れるという、ね、カメラだけ録画して、ここ画面を録画してないくて、ちょっと進んだ状態からなっちゃうんですよ。ワンストーリー進めた状態でちょっとなっちゃうんで、申し訳ないですけど、ちょっと進んでます。やらかしたな。うわ、ストーリーミッションがない。なんでちょっとね、ごめんなさい。じゃあやってます。なんか弓矢とか、何取ったかな、他に弓矢とかいろいろ、まあスキルだったら双眼鏡とか、これで敵タグ付けできたりするんで、ステルスするには楽っす。うわ、本当にやらかしたな。あ、でワンちゃんも助けました。マジで前話してるだけの動画だったんですよ。グラップルじゃないやっぱ。よし、やらかしたな、いらんことしたな。なんか ね、エタノール集めるために基地解体場をね、敵の行ったりとかしたんすけど、何も取れてないっていう画面が。ああ。こちらはグレース・アームストロング、ハイウェイマンに試作の武器を奪われてまずい状況なの。よし、じゃあアームストロングさんのとこ行ってきますね。 870m だから、今ワンちゃんが一緒に仲間として敵倒してくれたりしてます。うわ、やってもうたな。こういう草も集めてね、回復にしますんで。うわー、当たったったな。ワンちゃんいいよね、早いな。ちょっとしかもね、このワンちゃんのすごいところはね、バイクとかちゃんと後ろ乗るんすよ。横とか、あ、後ろは乗らないか、横だけか。横に乗るんすよ、ちゃんと。めっちゃ可愛いっすよ。ほい、逃げられた。なんか来た、なんか来た、なんか来た、なんか来た。クマいる、クマ。死ぬ、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 死ぬ。あ、ワンちゃん、あ、ワンちゃん、あ、いや、ワンちゃんに、ワンちゃんに当てちゃった。ごめん、ワンちゃん。ちょっと待って、お前なんだよ、お前。死ぬ、死ぬ、死ぬ、死ぬ。ワンちゃん、うわ、死んじゃう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 。最悪や。いや、ああ、
おい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 。ああ。ごめんワンちゃん。ああ。ワンちゃん。幸先悪いな。まあとりあえず目的地に向かいます。幸先悪い。こいや。ああどこだ、あれか、弓も3発しかないし。どこできる、あこれでほら双眼鏡タグ付けできます。これで、こういう感じで。当たるかな。うる。あ、これじゃない。どこだ？こちらはグレース・アームストロング。ハイウェイマンに試作の武器を奪わ。どこだどこだ。あ、これか。2発しかない。やば。こうやってね助けていくわけですよ。スクラップ、敵いね。おい待て、うわ、危ない危ない危ない。はいはいはい、たまないよ。しこ。はいはいはい。よしよしよし。あなた、ありがとう。噂になってるよそ者はあんたね。ハイウェイマンを困らせてるって。そろそろ後進が育ってくれないと。目見えてなくね？グレースよ。この目が見えたら一緒に暴れるとこなんだけど。多少は衰えたかもしれないけど、まだまだ役に立つわよ。おお。正々上。ちょっと。これ。何かいる。うわ、何あいつ。うわ、やば。
うわ、やばい、おい、嘘だよ、嘘でしょ、いらんことしてしまった、いや、いらんことして、いや、なんかあと一匹なんかいるし、え、あ、怪異動物たちだ、あの、あ、いい敵もいる、今のやばいと、今、やばいやつ、今のやつ、うわ、いや、マジいらんことしまくった今、車両基地に着いたら、はい、貨物車両の中を探してみて、ハイウェイマンはそこに奪ったものを保管してる、私の銃もそこにあるはずよ、敵は地、歩け歩け歩け、で、お次は何だ、ませんか、どうにも嫌な感じがする、風はいつも肉の匂いを運んでくる、一人ね、よし、ね、めっちゃクマの声聞こえるんだけど、ないかな、あ、あった、おー、これか、物資も忘れないで、ハイウェイマンと戦うのに必要になるから、かっこいいな、そのブレードは大抵のものなら貫通できる、貫通できないときはそこで跳ね返るの、金属を利用して長弾させるの、隠れてる奴らを倒すときに便利よ、シールド野郎にも有効よ、どこや、あ、なんかいる、あれはワンちゃんか、いや敵にバレずに行きたい、はいはい、いるねいるねいるね、どこにいるの、いた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 、うっせやん、爆発したよ、やばいやばいやばい、何か爆発した、何か爆発した、車両を確保する、車両基地を確保する、危ない、あ、これか、うわ、なに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 、スカンク、スカンク、うわ、めっちゃいるな、余兵超えてる、待ってめっちゃいるじゃん、ね、はい、ラスト、私もそっちに向かってるわ、終わったら会いに来て、めっちゃいろんなのあるな、はい、オッケー、
どこまで話したっけ。そうそう、ハイウェイマンをボコボコにしてくれてありがとね。銃は持って行って。前も言ったけど、私の目は昔のようにはいかないの。だから私よりあなたの役に立つ。それから回収した物資だけど、あれはみんなのものよ。みんなのために使って。プロスペリティの人間ならもらったものを最大限に活用するでしょう。私も含めてね。バタバタやな、最初から。あと一個ストーリーミッションやって終わるか。いいね、スリングショット。どうも。かっこいい。よし、ここね。あ、いいじゃん。めちゃめちゃいいよ。お願いします。
ス。危ない。恐ろしすぎるやろ。何もされなかった。大丈夫なの？ヒゲの人に食べ物くれただけよ。もしまた来たらすぐ父さんと母さんに知らせなさい。だって食べ物を見つけてこないとって。あの男からは何ももらっちゃダメだ。なんで？カルミナ、あの人は悪い人なの。パパを傷つけ、家族も傷つけようとした。あなたが生まれる前よ。いいかい、もしまた会ったら全力で逃げるんだ。分かったね。さあ中に入って。分からせないと。ペギーと関わっちゃダメだって。パート2まで行ったね。よし、今日はここまでで終了します。ニューエデンって場所に行くんでまた録画し忘れがないように気をつけます。じゃあまた、バイバイ。そしてドーク3人暮らしチャンネル登録よろしくお願いします。